どうも、アイキ旅のアイキです。今日はご視聴誠にありがとうございます。ここね、宿毛市のかなり奥の日平公園って書いてるのかなに来て、キャンプサイトが、無料のキャンプサイトがあるようですので、ここで、コーヒー豆を焙煎してミルして飲んでみようかなというふうに思っております。ダムがあってね、なんかカヌーもできるみたいなね、そんなところもあったり、結構この辺ね、なんとか公園、なんとか公園ってあるんですけど、入っていく道が細くてね、薄暗くてね、ちょっとね、入りづらいなと思いつつも、この辺まで来てみました。またね、ちょっとね、キャンプ場がね、どういう風にしていったらいいのかちょっとわかんなくって、 Google マップで上から見るとですね、向こうの方がキャンプ場のようになってるみたいなんですけど、どっから行ったらいいのかなーって感じなんですけどね、下に道があるね、下に道があるんで、多分そうやね、この道をずっと降りていかなきゃいけないのかなーって感じやね。はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、到着しました。あの看板のあるとこから右に降りていって、ずっと下に降りていったら、ちょっと U ターンする道があって、この道に降りてきました。シンプルなキャンプ場というかですね、このぐらいでいいんですよね。これでいいんですよ、これ無料だからね。で、おじさんたちがあそこで草刈ってくれてるし、でトイレもあるし、水もあるし、これでいいんですよね。あんまりそんな凝った作りのものはいらないわけですよね。火つけれるとこがあるので、ここで、焚き火して、料理するというようなことができるし、向こう側には川があって、綺麗な川でした。川もがすごく綺麗で、向こうではね、フライフィッシングをされてる方もおられましたけどもね、いや結構手入れが行き届いてていいんですね。ほら、見える？今日はここでデイキャンプをやってみようと思います。無料なのでやっぱりね、無料じゃないとね、なんか心置きなく遊べないというかね、やっぱり自然で遊ぶとなったらですね、無料で遊ぶっていうのがね、テーマになるんじゃないかなと僕の中で思っているので、ここでちょっと、火を焚きながらですね、コーヒー豆を焙煎して飲んでみようかなと思います。ちょっと待ってよ、向こうもちょっと、見てみようかな。ここが多分一つのスペースなんじゃないかなと思うんですけどもね、ここといろいろ10個ぐらいの、スペースがあって、そこをみんなで使うような感じでしょうかね。あ、多分ここにも車がこうダーンってつけれるんじゃないね、砂利があるんで、車が止めれるようなスペースがありますね。あ、この辺まで行くと結構見晴らしがいいわ。あー、いいね。背景をこの辺でできればいいかな。見晴らしがいい方がいいよね。あっち、太陽これ昇ってくるんで。そうだな。あそこに車止めて、それで、こっちにこう向けて撮ろうかな。この、みかん箱がね、すごい便利なんですよ。今までね、このラオアの、なんだこれ、ラオアの、7.5mm F2 を使ってたんですけど、今こちらね、パナライカの 12mm60mm に変えてオートフォーカスで撮影してみようかなと思います。今日はねこれです。じゃん、キャンプで使えるコーヒーミルね、コーヒーミルを買ってみました。結構コンパクトだからこのぐらいで収まるんで結構便利かなと思って、こんな感じで、ギャ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 。あとね、これです。今日の主役見えますか？コーヒーロースター、焙煎できる、直火で焙煎をすると、あ、結構これキャンプには結構便利やね。これとこんな感じ、ここでこう曲げ伸ばしができて、ここもこう1段階伸ばせるみたいですね。これをこうこっち側からこうシャキッとやれば、これで、結構この辺持つと熱いと思うので、遠くを持ってこうやってジャリ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 できると。上側が
粗いので、チャフを言ってね、あのコーヒー豆入りよったらこう粉がいっぱい飛ぶみたいなんですけど、その粉をこっち側でこう落としながらできるみたいな、そんな一品のようですね。これそれとこれですね、豆、しゃ危ないとこ忘れるとこやった、豆です。パカオコーヒーさんというところのネットショップで、ブラジルサントスさんのコーヒーの木豆、こちらを購入してみました。 500g で1300円ぐらいだったから、1杯につき25円とか30円ぐらいで、結構コスパが高い豆ですね。これを今日は、80g ぐらいこれに入れて焙煎してみようかなと思います。うまくいけばいいんやけどね。あ、こんなんなんや、こんな感じなんやね、豆って。こんな豆、こういう時あれやね、あの俯瞰の三脚が欲しいね。このぐらいでいいかな。早速じゃあこれをいってみようかなと思います。よいしょ、こんな感じ。もう夏もだいぶ終わったかな。一回コーヒー豆がはぜるらしいんですよね。で、はぜて2回目がはぜるぐらいがちょうどいいんじゃなかろうかというふうに考えてるんですけどね。じゃあ早速行ってみたいと思います。よっしゃ、行くで。あ、ええ感じの、ええ香りがしてきた。よいしょ、結構いっぱい飛ぶわ。いや、だいぶ涼しくなってね、やりやすくなりましたけどもね。いや、今年の夏は皆さんいかがお過ごしでしたか。僕はね、柏島にちょっと行ったのと、それから下の加江っていうところにあるね、川原があって、そこで、ちょうど、家族帰ってきて、妹が帰ってきてたん でちょうどその妹の友達も帰ってきてたということで、まあ、3家族 1、2、4家族か、自分の家族入れて4家族が、まあ、河原でキャンプするみたいな超リア充みたいなことができたんでまあ偶然ながら、まあ、今年の夏は結構満喫できてるのかなという感じがしますよね。なかなか、あ、始まっちゃった、作業が始まってしまったね。ほら、全然色はまだ変わらんね。ほんで結構、この辺ね、この辺持つとね、暑いですね、この火がね。だから、この辺やっぱ伸ばして使うのがすごくええ感じですね。結構ね、こういうコンロやったらこう上へ立ち上がるから、まあ、割とこの辺まで大丈夫かなと思ってるけど、こう持つとね、結構暑いですね、この辺まで火が来るし。で、キャンプとかね、あの薪で火を起こす時とかだったら結構火がこう外へ広がりやすいと思うので、その辺までよく考えられてるんじゃないかなと思いますけどね。もうちょっと火に当ててもいいのかな、このぐらいね。来た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 、なんかね、色が若干つき始めた、色が若干つき始めた、なんか煙も出てきましたよ。来た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 、なんか急にバチバチ言い出した。あれ、これ大丈夫、これ急にバチバチ言い出したぞ。見えますか、これ撮れてる。急にね、突然バチバチ言い出した。これが1ハゼ、これが1ハゼ目なのかな。バチバチ言い出したぞ。おー、来た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 、なんかすごい香ばしい香りがしてきた。ちょうど15分目です。うわ、一気に来るわ、一気に、急に来るけどね、なんかムラがあるね。なんかやっぱ振り方がまずいんかな、ムラがある。こうかな、こんな感じかな。
もうちょっとでしょうね。もうちょい、もうちょいだ。来た来た来た、2波攻め、2波攻めが来ましたよ。バチバチ来てる、バチバチ来てます。もうちょっとやな。いつも飲んでる豆から言うともうちょっと浅いかなという感じですけどね。あ、バチバチ来た、バチバチ来た、来てる来てる来てる。来てるよ。あ、もうこんなもんじゃないかな、家で飲んでる豆って。あ、もうこんなもんやと思うけどな。こんな感じ。うわ、なんだなんだなんだ、ちょ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 、おいおい、待て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 、蜂が、蜂が大変なことに。おい、蜂が焦げちゃった。うわ、もう蜂がさ、飛んでひねる蜂の虫やで。うん、いい感じだな、いい感じじゃない。多分見た目とそう変わらんような感じがするね。こっちが、1波攻め、こっちがね1波攻めの豆の色ですね。でこっちが、2波攻めあたりで、追熟というか、まあ、2波攻めで、まで、こう焙煎した時の豆の色ですね。やっぱりプロがやるようなね、上手な感じにはできなかったですけどね、結構ムラがありますね。こうやって黒いところもあれば、まだ一ハゼメと同じような色の、豆の色もあるし、ちょっとムラがあるので味がこう均一ではないのかなという感じもするんですけども、あ、もうちょっと、冷やしてみて、追熟させて、それからあと10分ぐらい冷ましてから、コーヒーにしてみようかなというふうに思います。なんとここに来て湯沸かしセットを忘れまして、何あれ、急遽ホットサンドのフライパンでお湯を沸かしているような状態です。最悪や。このぐらいね、これ一杯ね。あ、ピントが来ない。マニュアルフォーカスでやるか。よいしょ、これね。おお、おお、あ、意外にザクザクいけるぞ。でもこれでいいの？もうこれでいいの？あ、結構いいね。もっと重たいイメージがあったんですけど、あ、軽いね、意外に。あ、引けてる。あ、引け、あ、いい匂い、いい香り。これうまいかもしれんぞ、これ。モカモカ、モカ的な香りがする。まあ、外で飲むには十分じゃない、これで。いい香り。ちょっと今日はね、天気があんまり良くなくてね、暗いんですけども、これにそして、本当はね入れ方があるんですけども、最悪や。入れ方ありますんでね、皆さん真似しないように。
この入れ方はちょっとまずいね。あ、このぐらいになったらお湯の加減が効くようになってきた。あ、大変やった。コーヒー一杯めっちゃ大変や。よいしょ、じゃあいただきます。うん、香り十分ある。うん、あっさり、うん、豆の香りもするし香ばしい香りもする。酸味がちょっとないかな。酸味がちょっと少ない感じがするけど、けどね、思ったよりも味がさっぱりしすぎてるんで、多分もうちょっと 2,3 日置けばもっと丸、なんていうのかな、コクがこうグッと出るんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。まだ 2,3 日置いとく方がええいうようなこともありますのでね。うまいよ、あっさりしてうまい。その香ばしさと香りは抜群ですね。やっぱり入りたてなんで、うん、渋みみたいなね、コーヒーの美味しさが舌の上にグッときますね。いいかも。これ新たな1週間になりそうですよ。これもう木豆を買って自分この庭で焙煎して、まあ、こうやって1週間分の飲む分だけを焙煎していって消費していくっていうのが意外に新鮮で美味しい秘訣なのかなという感じがしますけどもね。うん、グー、よかった。よいしょ、セット。もぎょ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 もっと。あ、いい。いいぞ。いいぞ。あ、もうちょっと。コーヒーうまい。よいしょ。おい。いかがでしょうか。ああ、よかったよかった。いい感じ、いい感じ。ああ、だいたい、いただきまーす。なんとか飯にやるつけるね。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。よいしょ。うん、うまっ。うまい。やばい、うまい、うまい、いくで、うん、うん、うん、サクサク、やばい、うまい、うまい、うまい、やべえ、うん。うん、まあ割と上出来だったんではないでしょうか。大成功ということで、これで僕も屋外に来て火を起こしてコンロでコーヒーを自分で焙煎してミルして抽出して外で美味しいコーヒーが飲めるようになりました。うまい。いやー、うまいね。やっぱり外で食う飯はこんなにうまいものかと思いますけどもね。場所はですね、あの、福茂市旧市街地、林邸の前をずっと、向きを行きますとですね、堤防の方を出ましてですね、ずっと行けた二宮というところになりまして、この前行った金次郎さんというね、まあ、ラーメン屋さんをかなりずっと通り過ぎていきますとですね、ダムが見えてきますね。そのダムをずっとまたその道なりに行ってもらいますとですね、道平公園というところに行き着きます。この日平公園の中にある無料のキャンプ場というところになりますね。まあ、確かにトイレと水道ぐらいしかないんですけど、いいじゃないですか。それでね、あとは川の水、まあ不便かもしれんけど、このぐらいでいいのよね。これでいいのね。無料のキャンプ場また見つけました。今度子供連れてきて遊ぼうかなと思います。宿毛なんでね、四万十市から45分から50分くらいで来れますので、
はい、皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そんなところですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。それからチャンネル登録何人かさせていただきましたので、よろしくお願いします。こんな感じでマイペースにね動画を上げていきますのでね、気長に、見ていただきましたらありがたいと思います。週に2回ぐらいの頻度でね上げていきます。水曜日と土曜日の朝方に公開しようかなと思ってますので、また一つよろしくお願いします。主に四万十市、それからすくも畑地方を中心にですね、まあ、自然の風景とか撮ったりとか街を歩いたりとか、地味な動画ですけどもね、また一つよろしくお願いします。やべえ暑この辺で動画を終わろうかなと思います。またそれじゃ、まあ、メタの機会にお会いしましょう。おいたらねー、バイバーイ。